日曜日暇かな。私ね、実はね、招待券もらったんだ、遊園地の。だからね、一緒に行かない？うん、そうだよ。ねえ、ダメかな？遊べちゃうよね。もうこの間お小遣いもらったって言ってたばっかりじゃない。いつも何に使ってるのよ。待ち合わせなんだけど、今度の日曜に駅前で10時、いい？え、あ、うん、ゆうちゃんはね、来れないって。ちょっと用事があるんだってよ。しょうがないよ、ゆえちゃんにだって都合ってものがあるんだしね。分かったから、そんなに引っ張らないでよ。ねえ、トムちゃんたら。ねえ、たらねえ。いきなりじゃないよ。さっきからずっとトモちゃんのこと呼んでたのに。ずっと無視するなんてちょっとひどいんじゃないかな。そう、だったらいいんだけど。それよりさ、ともちゃん今日からまた一人なんだって？実は昨日の夜ね、おばさんから電話があったんだ。ともちゃんのことよろしくねって。例えば、起こしてあげてねとか、朝ごはん作ってあげてねとか。意地悪。
かってるよ、そのくらい。なんだ？じゃないよ。なんで置いてけぼりにしちゃうんだよ。だってともちゃん、改札出たらさっさかさっさか一人で行っちゃうんだもん。何かおかしくない？あれば余裕で間に合うじゃない？なんで早く行かなきゃなんないの？だから給油って何よ。ごまかす。じゃあなんで？なんでそんなに急いでるの？重要な職務？何かの係を任されたとか？何の係？言わなきゃわかんないってば。
育係って小学生じゃあるまいし、それにうちのクラスは生き物なんて飼ってないよ。なんでともちゃんがわざわざ隣のクラスの生き物の面倒を見なきゃならないのよ。飼育センス？そうかな。だいたい飼育係って言ったって具体的には何を飼育してるのよ。カメ？カメって何ガメ？なわけないでしょ。第一、水槽に入らないじゃない。え、じゃあ何？放し飼いなの？床の上にでも放置してるとか？ウミガメだよ。大丈夫なの？淡水で。うそ。
え？何を逃がしたって？あれね、亀吉でしょ。え、シンくん、プールにウミガメがいるっていうの知ってたんだ。だってかなり有名だったじゃん、亀吉。嘘、ゆえは全然知らなかったよ。言われたら余計見たかったよ。なんだよ、もっと早く行ってくれれば一日ぐらい延期してもよかったんだけど。ん？いや、逃がしたのは何を隠そう、この俺だからさ。シンくんが一人で？ああ。いつ？昨日の深夜、確か2時くらいだったかな。しかしめちゃめちゃ大変だったぜ。近所の農家からリヤカー借りてきてさ、その上に廃材置き場に捨てられてたバスタブを乗っけて、中に海水入れて、で、亀吉をその中に入れてさ、でもすげえ暴れんのよこれが。操縦もままならないって感じでさ、もうガッタンガッタンやかましい音立てながら丘を下ったわけだ。まあ半分ぐらい行ったところで中の海水がほとんどなくなっちゃって、それからは亀吉も静かになったんだけど、そんで浜辺について亀吉を下ろして、じゃあな、達者で暮らせよなんつって海に返したらさ、これが驚くべきことに亀吉が振り向いてこう言うんだよ。シンさん、助けてくださってどうもありがとうございました。お礼に素晴らしいところへとご案内いたします。さあさあどうぞ、私の背中にお乗りくださいってさ。それで持ってもらってきたのがこの玉手箱だ。開けてみようか。なんてね。ああ、竜宮城が本当にあったらな。ともちゃん、玉手箱って本当はお弁当箱のことだったんだね。